いた、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 ほら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 、まあ、こんばんは。隣にいる方、はい、実は僕のおじさんです。はい、はじめまして。よろしくお願いします。あの、僕があのおっちゃんって言ってるんで、はい、キャノンもおっちゃんでいいです。おっちゃんでいいですか。はい、おっちゃんで。元気。ありがとうございます。はい、で今日はですね、はい、おっちゃんがですね、はい、いつもあの夜に一人でですね、うん、うなぎを取ってるみたいなんです。ほう。またそのうなぎの取り方が、はい、ちょっと面白い撮り方なんで、はい、それにまあ同行したいなと思って、はい、それを隠させてもらいました。へえ、今日は撮れますか、うなぎ。はあ、どうかな、でも自信あります。こう元気な。自信あります。今から、はいはい、車で移動して。あ、そうなんですね。はい、狙うのはどこですか、川ですか。川です。あ、川。はい、川。おー、徳之島の夜の三級河川です。三級河川で、ね、そこまでいらねえ。なんで、おっちゃん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、出発しました。うん、でもね、うん、夜の感じで一緒に潜ったりして、うんうん、教えてくれたんだ。もう、そうそう、魚、魚の取り方とか。うん、そのうなぎは種類が違うんじゃないの。そう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 、鹿島とかで取れるような、うん、ニホンウナギっていうのかな、あのうなぎはいないんだって。で、うなぎも2種類いて、はいはい、タウナギと、うん、1メートルぐらい超える大ウナギってのがいるらしい。怖いね。写真来たから本当にいるんだと思う。写真がこちらです。はい、こちらです。めちゃくちゃでかいです。すごいよね。うん、行ったところですね。結構レアだということなんで。あ、そうなんだ。撮り方も含めてね、ちょっと注目のところではあります、ね。はい。現場へ間もなくかな？間もなくです。間もなく。はい、ということで。はい、ちょっと待ってね。かっちゃん、先ほど手渡されたもの。うん、なんか。こちら何ですか？急に渡された。はい。あ、森。これ森ですね。森。うなぎって森で、森。森で、森で、はい。森で、はい。森で、はい。ますよ。斬新な撮り方ですよ。あ、もう、そしてライトはバンバン照らしちゃって大丈夫ですか。明るい方がいい。明るい方がいい。あ、すごい。これカゴ、竹カゴですか。これカゴ。え、これに、あ、入れて持って帰るわけですね。あ、そうそう。すごいな、本当。豪快だぞ。豪快だぞ。これはなかなかすごい。あ、なんか魚いっぱいいる。あ、もう魚跳ねてるじゃん、なんか。何これ。おち、これ何。これはうなぎの餌。あ、うなぎの餌。もうどん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 入っていく。はい、かっちゃんも行きますよ。らないどう探すんだ、これは。こっちはこういうさ、今のところにはいないの。隣に多いんだけど、うん、泳いでるやつ多いの。泳いでるやつ。あ、これは巨大なヤボリだぞ、かっちゃん。もうね、川幅が違うもん、逆に。さあ、このめちゃめちゃ水きれいだな。このきれいな水の中にうなぎを見つけることができるんでしょうか。すごい、なんかいろいろ出てきそうで怖い。カエル？カワエビ。カワエビ？テナガエビ。あ、テナガエビ。あ、ほんとだ。テナガエビ。これが、あ、もう取れた。うなぎの餌。あ、テナガエビ。一緒かな。一緒一緒。あ、ほんとに。これがうなぎの餌。一瞬でこれも取るんだ。魚つまみに変わらなくなる。あ、本当だ、いるいる。お魚もいる。あ、いたいた、いるいる。え、すごいね、いっぱいいるよ。これがおるからうなぎも結構いる。ああ、そういうこと。はい、草とかあるから隠れるとこに来るからうなぎ多いの。ああ、うなぎがいる可能性も高いと。エビ、いたかっちゃん、捕まえれそう。1個捕まえていい。うん、優しいね、かっちゃん。あ、普通に逃げられる。やってまいりました。また着いた。おー、また手長。でかいね。大きい。あ、もうすぐに。うん、エビいっぱいいるよ。本当。川本当。脱退が早いのかな。じゃあ下ってから移動ですね。はいはいはい、移動してきました。あ、もう魚いっぱいいるね。あ、おっちゃん大丈夫。ちょっとキャノン沈めたこれ。あ、危ない。さあさあさあ、第2回戦です。おお、ちょいちょい深いとこがある、ね。うん、かっちゃん、これ海水？いやいや、これは普通に、どう、
ちょっと混じってる。ちょっと混じってる。あ、うなぎだ。うなぎだ。え、嘘。うん。走ってった。ちょっと混じってるね。ちょっと混じってる。あ、うなぎだ。あ、うなぎだ。うなぎだ。嘘。うん。走ってった。でしょ。うん。ああ、俺の足元をね、すごい勢いで。嘘、うん。海水とか言ってる場合じゃなかったね。海水で舐めた時にね。いるんだね。まあ、大うなぎじゃない感じだけど。カウナギ。カウナギでしょあれは。はあ、嘘、見えんやったね。カメラに映ったでしょうか。いた、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 ほら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 、え、どこ行った、あ、落ちた、どこだ、絶対見るぞ、どこだ、ガンって行っていいの、ガンって行かんとじゃないの、もうすごい、今日急に出てきたぞ、やっぱいるんだね、こうやって気を引き締めていこう、はい、わかりました、さあ、なるほど、あ、全然意外にね、いい感じの道ですよ。これ怪しいね。草があって。あ、本当やね。なんだろうあれ。お、着いたぞって。ちょっと待って。着いた。お魚乗ってる場合じゃなかった。おっちゃん、おっちゃんすごい。おっちゃん捕まえてる。おお、なんこれ。おお。今ちゃんと刺してるんだ。刺し直してるんだ。うわーすごいすごいすごい。おっちゃんすごい。どうする？これどうすればいい？これを。あ、一回もう締めちゃうんだ。うん、あ、なるほど。うん、へえ。食べる分はね。ああ、もう岩で豪快に。結構黒いね。豪快に行くんですね。黒いね。よし。あー、もう伸びた。ちょっと顔。あ、ちょっと見せてもらっていい？おっちゃんすごい。ちょっと顔は黒い。名前すごい。おっちゃんさすが。すげえ、あ、やっぱ普通のうなぎと違うんだ。一瞬で入れた。これが、へえ、ちょっと顔はねぶっつぶれちゃったけども、丸々してますね。タウナギ、あ、でもぬめりとか変わんないんだね。うん、でも川魚っぽい香りがするね。でかいね。大きい、太いね。これ普通。わあ、超量形よ。おっちゃんこれどうやって食べるの？はい、白焼き。普通のやっぱうなぎのね、楽しみ方やね。ホトエンってどこ？ホトエンっていう俺がよく行きつけだった居酒屋さんがあって、はいはい、おじちゃんの友達がね、うん、やってる居酒屋さん。へえ、うん、終わり。はい、お疲れ様です。あれ、焼き調理してもらって。お、ちょっと食べましょうね。ぜひぜひ。はい、ありがとう。お世話になりました。では、すみません、お邪魔します。あ、もう早速じゃあ、これはい、打ってこれは、サク、腹ね、ほう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 、内臓ね、うん、おお、まだ動いてるか。おお、まだ生きてる。僕もよくここに魚釣ってきたら持ってきて、うんうん、さばいてもらった。さばいてもらって、へえ、毎週来てましたもんね。うん、魚釣ってきて。おお、これ、これは、うん、タレを作ったね、うなぎのタレ。あ、タレを、うん、カリカリ揚げたらまたせんべい、美味しい。うまい。骨せんべい、骨せんだ、うん、やっぱ一緒なんだね。うん、一応、これで、はいはい、出来上がり。はい、おお、ね、今から焼きます。はい、お願いします。あとはもう、おじさんにお任せして、ちょっと、はい、じゃあ、はい、戻ったらね、はい、終わった終わったっけ。知らない女性とやってるって言ってて、ちょっと待ってくださいね。お姉さん、動画出ても大丈夫なんですか？動画出ちゃうけど。え、お姉さん、おじちゃんの同級生。おじちゃんの同級生。おじちゃんの同級生。謎の絵になっちゃう。もうね、徳之島はこうやって集まってくるんです。あ、そうなんだ。人が人を呼ぶんですね。そうですね。もう呼ばないでください。はい、あんま辛くないわさびかもしれないね。それだったら、だって結構な量かかってるよ。さあ、かっちゃんが、はい、それましょう。ちょっとでいいかな。いただきます。
うん、うまい。あ、うまいんだ。ピリくるわ。くるけどね。いつだけに結構味、酸味ついてる。酸味ないないない。全然ない。全然ない。いただきます。はいはいはい。こっちも。タウナギの白焼き。わさびなしでいきたいかな。うん。歯ごたえもいい。うん。いただきます。ビールすぐね。先にどうぞ。泡が。歯ごたえもいい。あの変な美味しい。じゃあキャノンもいただきますね。美味しいよ。いただきます。くどくない。うん、本当だ。美味しいね。全然ね。やっぱりちょっとちょっとだよね。だけど、うん。それで飲める。皮はね、難しいよ。うん、しっかりしてる。身はね、あれと比べるとパサッとしてるかもしれない。でもね、逆にこの調理法が合ってる。お酒のあてだよね。どっちかって言ったらこの料理は。ゆっくり食べましょうじゃあ。そうだね。今回はですね、はい、おっちゃんとカウナギついてた、はい、太麺さんで調理までしてられて、うん、初めて食べたけどね、ね、美味しかったですね。美味しかった美味しかった。この島グルメ、うん、明日ガチの本番です。魚ちゃんね、明日の動画も楽しみで、はい、そして今回の動画も楽しかったなって方は声からお願いします。お願いします。はい、チャンネル登録とコメント欄もよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。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 よろしくお願いします。ロマンをかけて、はい、福之島町港2日目ですがスタートです。よろしくお願いします、はい、お願いします。これがムロアジです。ほら、綺麗でしょ。じゃあ行ってらっしゃい、ムロアジ。おお、落ちた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 、来た来た来た。